はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあ、こちらね、届きましたよ。ちょっとネットで買ったんで1日ぐらい遅れて、新しいフィギュアが一気に3体、リヴァイにバイス、そしてデッドプール。この2人は第4の壁を突破してくるというか、こっちに向かって話しかけてくるっていう共通点がありますね。まさしく一気に3つ届いてきましたけど、まあ焦らず一個一個じっくり開けていきましょう。というわけで、まずはこちら SH フィギュアーズ仮面ライダーリヴァイ、こちらから開けていきます。俺っちと俺ちゃんはまた近いうちに。さあ、まずは箱の方。リヴァイス関係のフィギュアーズは今回のこれが初めてですからね。箱のカラーリングもなんかすごいそれっぽい感じで、ピンクとブルーで、正面にはなんかちょっぴり真骨頂寄りというか、若干加工気味の写真が使われていますね。で、一般販売なんで透明の窓がついていて、わかりやすくレックスのスタンプもついています。で、今回は初回生産限定ってことで、値段の方が税込み3850円で、次販売するとしたら4950円になりますよと。初回じゃないと1000円ぐらい差があるんですね。で、箱の横の方ではタッチポーズ、逆側は普通に手がはみ出てるだけだ。で、裏の方にはいろんなポーズが取れるよって書いてあります。ポーズと今後プレ版で登場する仮面ライダーエビルの宣伝なんかも入ってますね。ちなみに次回紹介するけど、仮面ライダーバイスのパッケージとはちょっとついな感じになっていますね。レックスのスタンプマークの方も逆になってるし、で、さらに箱の裏の方では、ハイとリヴァイとバイスのまあ決めポーズというか、背面でこう2人が合わさった感じのポーズになっています。パッケージにもちょっとした仕掛けがありますね。というわけで、パッケージは以上なんで開封。いつも通り箱をリヴァイターのカッターで開けようと思ったんだけど、ちょっと変わっていますね。ここパッケージのこの内側のベロのところが、よいしょ、やたら長い。よいしょ、長くなってて、なんか手首の種類が書いてある。このデカさだったらいつも通りの開け方なかなかやりにくいぞ。そして反対側の蓋の裏にも遊び方がありますっていうことで、僕のこのいつもの開け方が若干封じられてるぞ。じゃあ逆側も、よいしょ、だこっちは短い、じゃあこっちから開けりゃいいのか。で、うわ、すごい、ほんとだ、ちゃんとこの裏の方に説明書いてある。本体のギミックってことで、肩回りだったりベルトだったり腰の可動が書いてある。箱にこういう説明を書くようになったってことは、よいしょ、いつも入ってる説明書がない。これもまあ資源削減の一環なのかな。開封からなんかいきなりドギモ抜かれちゃったな。説明書が入っていなくて本体たち。で、内容物も、よいしょ、今回価格が安めに設定されてるんで、特に武器が入っていなくて、付属品は手首だけ。いやー、でもちょっともうこの時点ですげーな。早く本体に触れたいけど、手首が2、4、6の8種類。握り拳で多分バイスタンプの持ち手と武器の持ち手。そしてグワッと開いたパーの手。セイバーの時はなぜかあった手の甲のパーツ交換がなくなっていますね。構造としてはこっちの方が断然ありがたいわ。さあ、というわけでシンプルな付属品は以上なんで、こちら本体を見ていきましょう。し、いきます、リヴァイ。はい、というわけでこちらが仮面ライダーリヴァイレックスゲノム。いや、パッと見だけどプロポーションとか塗装がすごくいいね。メインカラーがピンクと水色かな。初めて見た時から思っていたけど、やっぱりカラーリングがだいぶクレイジーダイヤモンド。さあ、というわけでまずは顔の方ですけど、なんか改めて見るとやっぱりヒーローらしからぬ悪い顔つき。歯というかクラッシャーのところがもうバイキンマンみたいにギザギザだし、副眼もだいぶ上までつり上がっていてすごい鋭い。僕はかなり好きなタイプの顔ですよ。そんな鋭い副眼の方はクリアパーツになっていて、なんか向こうがメタリックなのかな。光の当たり具合で反射してすごいなんか明るく見える。副眼の中に入っている模様の方も兜タイプっていうか、ハッピーターンみたいな角丸の長方形がこうたくさん並んでるっていう形状も再現されています。で、副眼の上のここのレックスの目のところ、ここのところも紫のクリアパーツになってますね。で、ギザギザしてるクラッシャーのラインの方が水色になっていて、横から見るとこの辺もすごいレックスっぽい。そして頭の真ん中がメタリックブルーになっていて、ピンクのなんか筆のようなシャッっていうラインが入っています。この辺もちゃんと再現されてる。顎の横のここのちょっと飛び出たところがまたかっこいいな。で、ぐるっと後頭部、ブルーのラインが続いていて、どことなく恐竜の背中っぽいような形状。ラインの方は首筋から背中までつながっていますね。で、そんな頭部の角をまず上向くのがグッ上を向くのは比較的標準かな。首の方がメタリックパープルのアンダースーツになっていて、ここのシワ造形いいな。で、うつむく可動がグッと、顎が襟にぶつかるくらいで、こっちもまあ標準的で、横向く可動がグリッ
と、襟が高くなってちょっと斜め上は見る感じになるけど、一応横は見れます。さあ、そしてボディ部分、形状的にはだいぶ生物的な感じ、かなりわかりやすく胸筋と腹筋がありますね。メタリックブルーの塗装がすごい綺麗、ピンクのところもこれは塗装なのかな、成型色の上からなんかパールが吹かれてるみたいな、青い部分とはまたちょっと違ったような質感になってますね。この辺の質感のコントラストがまたそれぞれを引き立てていますね。で、左胸には立体的なレックスマーク、右胸にはこれまたピンクのなんかシャッっていうラインが入っています。そして胸筋から腹筋にかけて紫のラインが入っていて、ここのところで数字の5を表しています。お腹周りもここの脇腹のシワ造形がいいな。で、肩の方がどことなくなんか筋肉っぽい感じの丸みを帯びた形状、肩のラインとの凹凸が少ないからなんか一体感がありますね。そんな肩の可動、腕をまっすぐ上げるとグッと若干肩アーマーのここのとんがってるところが干渉するのかな、アーマーをちょっとずらしつつ上げるとよ、水平ギリギリいかないんだ、形状はシンプルなんだけどまあまあ密度があるのかな、ちょっと怖いっていうのもあるけどこれ以上は動かなそうだな。で、肩は引っ張るとグッとちょっと引き出せる、引き出して前後だったり上下にちょっと可動、さらに肩と二の腕の間にロールの可動で、腕の方は外側ピンク内側ブルー、二の腕のところはここのブルーがなんかちょうど力こぶのあたりの筋肉っぽい、ひし形というかちょっとギザギザのアーマーっぽいものがついていて、ここのところがリミックス変身で下顎になるところで、肘の可動がぐんぐんと90度ちょっと超えるぐらい、すごいな、肘の方にもアンダースーツのシワ造形入ってる。そして手首がこうなんかだいぶピッチリしてるというか、かなり一体感がある形状になってますね。一応ちゃんと手首の方は稼働する、手首もここの親指のところだけがメタリックブルーで、ぐるっと後ろ姿、背中の方もだいぶレックスって感じがするわ、真ん中がメタリックブルーになってる、ここの装甲というかリミックス変身でレックスの頭部になるところ、リミックスじゃない時も普通に形状がかっこいい、背中の方にもわずかにアンダースーツのシワが入ってる。さあ、そして胴体稼働が胸から上とお腹のあたりかな、まずのけぞる稼働がグッと、のけぞり具合はだいたい標準で、うつむく稼働がグッと、うつむく方あんまりお辞儀はできませんね。そして腰には変身ベルトのリバイスドライバーを巻いてるんだけど、この辺すげえな、なんというか模様が一通りしっかりしています。割と近年のライダーでいうとゼロワンのプログレイズキーだったりセイバーのワンダーレッドブックの方が結構まあ省略されがちだったんだけど、今回はバイスタンプが結構細かく塗装されてるし、スタンプ台のところにもしっかり押印されたマークがついています。確かにセイバーとかブックの柄がないのは寂しかったんだけど、セイバーの方はブックの柄の方が結構複雑だったけど、今回はスタンプの押印の模様の方も一色だけだし、変身アイテムのバイスタンプがもう表にむき出しになってるからね。それでもやっぱり力入ってんなって感じはしますね。レックスバイスタンプもちゃんと立体的な造形になってるし、だいぶ小さいけど後ろの方にリヴァイの顔っぽいものもちゃんとついています。後ろ半分が水色になっていて、さすがにマーブル模様までは再現されてない。さらにスタンプの下のところまでちゃんとレックスのマークがついています。さらにバイスタンプは取り外しも可能、外したらちゃんとメタリックブルーで数字の5が書いてある。加えて着脱だけじゃなくてグイッと可動によってバイスタンプが傾く、こっちが傾いたんでもちろんスタンプ台の方もよいしょっとぐるっと回転してメタリックブルーのゼロの文字が出てきます。バイスタンプを外すとベルトのところに50って書いてある、50周年記念作品の証で、サイドのところにもメタリックなピンクの塗装が入ってる。ベルトは造形細かいし劇中のギミックなんかもバッチリ再現してくれますね。さらに腰の横の方にはスタンプのホルダーがついていて、多分ここのホルダーにはよいしょ、バイスタンプはすげえ腰の横にくっつきます。こういうところ再現できるのがほんと素晴らしいな。ベルト帯の方もメタリックブルーでだいぶ綺麗。さあ、そして下半身はだいぶメタリックパープルが入ってますね。腰の可動は股関節を引っ張るとグッと引き出せ、引き出した状態でグッと素晴らしいね、水平を超えて動いてくれます。さらに股割りの可動、股割りなんかも広め、そして関節の隙間が目立ちにくいやつ、そして太ももの正面のところがメタリックブルーになっていて、確かなんか実際のスーツでもスポンジっぽい感じで結構素材が柔らかそうなんですよね。ただフィギュアの方ではカッチカチ、さらに左ももの方にこれまたピンクのシャっていうラインが入ってる。ももの上の飛び出たところがなんか干渉はしそうだけど、意外と普通に足も上がったし、こう内側に入り込んでくれるんで、そ
んなにここのところで干渉の心配はないのかな。あとは股関節の付け根のところがこう傾けたり、ロールの可動があります。で、ももから膝、すねまでなかなかの一体感。膝の方はアーマーっぽくはなってるけど、もものパーツと一体化していますね。で、そんな膝の可動がぐんぐんと、こっちは90度を超えてほぼ限界まで曲がってくれます。で、ぐるっと後ろ、おけつの方にもメタリックブルーのラインが入っていて、ちゃんとこの関節の向こう側とラインがつながっていますね。さらに膝裏がメタリックパープルでアンダースーツのシワ造形で、すねから足首にかけてラインが入っていて、これまた一体感のある感じで、靴の造形もなかなかシンプル。親指のところがわずかに丸く膨らんでるのが特徴的。ちゃんと足首の隙間のところが紫になってる。で、そんな足首は上下の可動そんなに広くはない。さらにくるぶしの傾き加減もそこそこで、つま先が可動して、最後に足の裏ちょっと惜しいな。本来はここの5のところがメタリックパープルの塗装になってるんですよ。キックをした時に結構わかりやすく5って書いてあるから、メタリックブルーには塗装されてるから別に塗装剥げを気にしてってわけではないと思うけど、よりによってなんでここのところが塗装されていないんだ。はい、というわけで仮面ライダーリヴァイレックスゲノムの造形と可動、こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずはもうとっくに変身してるけど、変身ポーズ。バイスタンプのボタンを押して起動レックスで、スタンプにハーッと息を吹きかける。そしてスタンプをベルトに押印で、スタンプをベルトに装填して傾ける。本当はスタンプを持った状態での50のポーズもやりたかったんだけど、可動域的に腕が回らなかったんでちょっとできませんでしたね。で、決めポーズの湧いてきたぜ。パーの手がまさに湧いてきたぜポーズにぴったり。さあ、お次は足をピシッと揃えたメインビジュアルのポーズ。本来はこの後ろのあたりにバイスが飛んでいます。さあ、そしてこっからいろいろアクションポーズってことで、まずはファイティングポーズ。ちなみにこのポーズはこのフィギュアの発売に合わせて、全国の家電量販店とかホビーショップで無料配布されているフィギュアポージングミニブックっていうのがあるんですけど、それを参考にしています。ちなみに近くのお店で配布されていなくても、これね、ネットで普通に PDF のデータなんかもこう配布されてるらしいんで、ダウンロードできるサイトのリンクの方を概要欄に載せておきますね。便利だから毎回こういうの配布してくんねえかな。で、ファイティングポーズからのシンプルパンチ。今回は武器が入っていないんでも基本的に肉弾戦になります。改めてこのメタリックブルーがすごくいいな。影も入るし光沢も入るっていう、明るすぎず暗すぎずのいい感じのコントラストを出る。お次は全力ダッシュポーズ。頭がそこそこ上を向けるんで、前傾姿勢で走るポーズも取れますね。このポーズちょっとあれだな、初めて姿が出てきたスーパーヒーロー戦記のポスターっぽいんじゃないと思って調べてみたけど、そこまで似てなかったわ。ニュアンスがちょっと近いぐらい。お次は箱の裏とか、あの潜在写真であったんだけど、なんか珍しいね。ハイキックの直前、直接のハイキックではなくて、なんか足を伸ばす直前みたいなポーズとしてはかっこいいんだけど、どういうチョイスなんだろう。これでこのまんま足をピッと伸ばせばハイキックのポーズになってねえな。なんか違うぞ。ハイキックになりきれていない。じゃあこの状態でこう膝を曲げて、で足をもっと向こうにグッと持ってって、で腰をひねって視線足の先、腕振り、もう片方体の前に持ってくれば、はい、飛び蹴りっぽいポーズの出来上がり。あのまんまのハイキックよりかはそれっぽいかな。でハイキックはハイキックでいつも通りのやつ。足もなかなか上がるし、ちゃんと自立できています。まあ、ただリヴァイは足の裏の形状がちょっとあの特殊で、斜めに傾斜がついてるんで、少しあの接地面積が少なくなってるんですよね。なのでまあまあバランス調整は必要なんだけど、自立はできます。さらにもう一丁ハイキック、これはさっきのポージングミニブックを参考にしています。どっちかって言ったら足を限界まで上げず、ちょっとなんか真ん中ぐらい、上っていうより横方向に蹴っていますね。毎回ハイキックのポーズが同じになりがちだから、こういうのもありがたいな。そしてキックの必殺技、レックススタンピングフィニッシュ。劇中では足の裏にこうでっかめのバイスタンプが出ていましたね。実際劇中でもこんぐらいのサイズ感だったような気がする。ちょっとはみれちゃうけど、スタンピングフィニッシュ。さあ、そしてせっかくなんで令和の主人公ライダーの並び、もしかしたら騒動の時もやったかもしれないけど、三者三様それぞれで全然違いますね。ちなみに全員横一直線に並べるとどうだ、身長差なんかは。なんとなくリヴァイとセイバーは身長の感じは似てるんだけど、こうやって並べてみるとゼロワンってちょっと小さいんだ。足を大きく開いていたりポーズのあれもあるんだろうけど、見比べるとまあまあ差があるもんだね。公式ラインも
よろしくね。はい、というわけで今回は初めての仮面ライダーリバイスのフィギュア2 SH フィギュアツ仮面ライダーリバイレックスゲノムの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。全体的にとてもクオリティが高いですね。プロポーションだったりこの変身アイテムまで造形が細かいし、塗装の方もメタリックブルーにパールっぽいピンクと、質感の方もなかなかグッド。さらに今回はベルトだったりバイスタンプもしっかり塗装だったりプリントがされていましたから、足裏の数字の5を除けばなかなかの再現度でした。で、あと可動に関してはまあ肩関係がちょっと狭めではあったけど、それ以外のところはなかなかいい感じに稼働してくれましたね。そして付属品に関してはまあ今回特別価格だったからね、武器はついてこなかったんだけど、ちゃんとこういうバイスタンプの持ち手なんかも入っていたから、そういう部分で特に僕は付属品に関しては不満はありませんでしたね。トータルでだいぶすんばらしいもんでした。そして次回はこちらね、相棒の方を紹介していくし、ポーズ的にもこの2人の組み合わせなんかもあったりするんで、その辺含めていろいろやっていくんで、よろしかったらこちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。